はい。あ、じゃあ、はい、じゃあ PV スタート。どうだい。そうそうたるメンツだろう。こちらの戦力は強大だ。万が一にも敗北はありえない。いよいよだな。喋ってない。行くぞ。でも音は回戦だ。第四次臨海大戦勃発。全世界累計出荷本数1000万本を突破したナルティネットシリーズ最新作がついに登場。美獣の力をその身に宿す人中力をはじめ、80人を超える史上最多の忍びたちが火花を散らす。そして戦略が広がるバトルシステムを搭載、新覚醒システム、新サポートシステム、新奥義システムで決着をつける。だから守るべき全ての者たちのために。もはやこの葉に未来はない。あるのは絶望を生む。波乱を呼ぶ超シネマ活劇。九尾襲来事件を受賞とし、五影会と終結の第7波、そして第一臨海大戦までの数々のエピソードを美麗な映像と多彩なバトルで体験できる。サスケに会えば答えが分かる気がする。私がサスケ君を止める。てめえもこの葉も全て潰してやる。凍結か英雄か、究極の決断。ボスバトル中、プレイヤー自ら進むべき道を選択することで、より深く物語が展開していく。俺はお前と会えて本当に良かった。彼が敵に渡れば世界は終わる。俺は友を守りたい。そしてこの世界を守りたい。戦場はより熾烈を極める。大焼き臨海大戦、我々が勝つぞ。大豪隊三船殿のもとにあの三将軍の反動が接近していると連絡がありました。大切なものは意志。この場のうちに秘める信念。敗走部隊のもとに近づいていた敵兵はもう彼らの目の前まで迫っている。相手があの忍び方の七人衆でも負けるわけにはいかないのよ。くそ、間に合ったか。やっとお会いできましたね、金閣様、銀閣様。これ以上の進行を許すな、ゴトン。サンクル術、僕がやる。僕が止めてみせる。そして戦場に降り立つ元五影前任者たち。おいたな、大向き土影の長屋くず。どうした。お前の価値はやはりこの程度だった。弱点を教えてやってんのに。大臣の国様、みんな気をつけろ。わしの地獄好きをまともに食らってはいかん。ネットワークバトルも大幅にボリュームアップ。臨海乱戦マップや権限自在トーナメントなど豊富なキャラクターで世界中の忍びと戦える。おかげになった者が皆から認められるんじゃない。皆から認められた者がおかげになる。超アニメ表現で描かれる忍びたちの超シネマ活劇、ナルティネットシリーズ史上最大の戦いが今ここに開幕。ナルト疾風伝ナルティメットストーム3、4月18日発売予定。予約して超豪華ダブル特典を手に入れよう。というわけで見ていただきましたけど、はい、つっちゃった裏方なんですね。裏方がね。まあ、それはご愛嬌ということで、はい、ちょっとあれですよね。先日、2月16日に、弊社の
創立記念日でしたけども、はい、その時にあのバンダイナムコゲームさんの、バンダイナムコ未来研究所の方であのイベントをやったんですよね。そうですね、ストーム3のスペシャルイベントを、はい、やらせていただきまして、はい、その時あの PV 公開してみてどうだったんですか、お客さんの反応とか。はい、あなたしか言ってる人いませんけど、PV はやっぱり反響良かったですし、まあ、イベントの内容、イベント内容大丈夫、イベント内容大丈夫です、はい、一応あのね、その一部ストーリーの方も見ていただいて、結構やっぱりあの泣いてる方とかも多かったので、それなりにあのそれなりにという言い方もおかしいですけど、あのまあちゃんとお届けできたんじゃないかなとは思ってますね。でなかなかね PV 見たらね、あ作ったわそんなのって今いやもうね結構ねたくさん作りすぎてもうよくわかんなくなってるんですけどね、まあ、長い時間開発してると、ね、やっぱり最初の頃作ったものとか見るとちょっと懐かしく思ったりとかですね、いろいろやってるなっていうことを開発者自身もね、うん、改めて、再確認できる PV になってると思いますね、うん、あの日本だけじゃなくて世界中の皆さんが待ってますので。そうですね、もう発売日も決定しましたし、はい、あとはもう頑張ってゲームを仕上げるだけです。はい、はい、というわけで、4月18日発売予定となっておりますので、ぜひこちらもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ早速対戦いきますか。そうですね、いっちゃいましょうか。お久しぶりですが。そうですね、どうですか石破さん、ん自信のほどは。この間のねイベントでも、この間のイベント ね、まあただユーストのと同じ結果ですよね。でもね勝率的にはなるほど ね、そしてちょっとそしてあのすいません、全く今日のあのスケジュールとか全くお知らせしてなかったので。あ、そうですね、いやしないのかなって思ったんですけど誕生日忘れて、ちょっとねやっぱ、はい、時間空いちゃうとこうなっちゃいますね。あ、そうですね、あのニコ生とかやっちゃってるとはい、今日のスケジュールです。今日は先ほども申し上げましたが PS3 のみの対戦となっております。そしてこちらランクマッチ、CC2 アンダーバーユースト、こちらのセッションにお越しください。こちら作成しますので、我こそはという方ははい、もうお越しください。作成しちゃってるのかな。しました。はい。そして、はい、そうこうしているうちに早速対戦者が決まりました。ちなみに今日も素晴らしいプレーを見せてくれた方にはミニサイン色紙をプレゼントしますので、ぜひ皆さんの毎回思うんですけど、お待ちしております。欲しいですか。欲しいですよ。毎回ちょっと本当ですか。違いますからね。もう絶対いらないですけどね。ね。さあ本当にね、なんで僕からやってるのかよくわかんないです。いやもう本当に、ね、自分から戦いを欲してるっていう、ね、誰にも言われなくてもコントローラー握ってましたからね。本当ですね、生まれた時から握ってたって話ですからね。怖えよどんな赤ちゃんだ、うん、これを枕にして寝てたみたいな。そうですね、もう肌身離さず今も体の一部のようにね、そうですね、ボタンを操作してますから。本当離さないですもんね。いやもう石破さんほどねコントローラーが似合う男は他にいないですよね。ありがとうございます。本当に、ね、ご飯食べてる時も握ってますもんね。いやもうね握りすぎてね怒られちゃうぐらいね。本当ですよ。握りすぎて怒られるってどういう状況ですか親からねあんたいい加減コントローラー離しなさいよってさあそんな感じでね始まっちゃいましたけど、言ってる間にやっぱりサスケなんですね。ね、今日はシオビットさんとの対戦でございます。お、少年編のナルト、なかなかね少年編のナルトとヒナタの、ね、あ、そうですね、なかなかねその原作の再現をされている方なので、かなりナルトのファンの方だと思いますね。大好きなんでしょうね。大好きですね、このカップリングが。ジョミトさんよくいらっしゃいますね、来ていただいてよく対戦をして。そうですね、もう本当に大体みんな負けていくというまあでもね、今日はね石橋さんがいいところをきっと見せてくれてるはずですから、ね、きっと見せてくれると。はい、ナルトのかっこいい術が決まりました。決まりましたね、
お、ここまではお互い拮抗した戦いが行われてますが、ちょっと押されてる感もしなくもないですが、まあまあいい感じの。お、この変わり身された後にね、チャクラダッシュでね、いかに素早く反応できるかってところがね、結構大きな戦力差になってきますんで。なんか解説者っぽいですね。いえいえ、もうね、まあこう、ただちょっと、あしまった追っかけられちゃいますね。追っかけられたね。ちょっと相手がね、チームゲージが溜まっちゃってるんでね。そう、ちょっと気をつけないと。ちょっとの隙で連携奥義でね、もうやられちゃうぐらいの体力になってますから。おっと、ちょっと相手もびっくりしましたね、今の。この体力差、おっと、フルで当たった。危ない。ガードブレイク。お、お、これはゴリ押しできるか。おお、ありがとうございます。本気でいきましたね。そうですね、影武者が完全に勝ったのが意外だみたいなオブジェクションしてたんで、おおって、ここはアウェイだなと思って。ホームのはずなんですけど、ね、そんなこと、基本的にアウェイです。なんですかその意外だみたいな。嬉しくなって勝ちって書いてある。あ、そうですか。丸じゃなくて、それぐらいルールを誰も覚えてないし、丸とか×とか書かれるところなんですけど、×とか書かないよ。どういうことですか。これ、ほら、出だしね、すごいよね、好調じゃないですか。好調、好調。いつの、いやー、本当に。ありがとうございました。メッセージが。こちらこそありがとうございました。いやー、テンションが上がってきた。テンション上がってきた。影武者のテンションが上がってきた。やっぱさっき下がってたんだ。本当に。頼みますよ。なんだろうね。このマスクもうダメかもしれない。いやいや、つけてる人のね、テンションが下がるマスク。目が痛い。目が痛いらしい。テンションが下がるマスクって相当だよ。呪いのマスクみたいなものですよね、本当に。呪いのマスクって。そうそう、穴を広げるしかない。おっと。視野が狭い。続いて、西川が対戦です。振り抜いて、ね。おっと。はい、セッションを作成した。お、すぐにいらっしゃいましたね。お、すごい。英雄の方が入ってきました。よし、じゃあ、参加します。はい、お願いします。よし、じゃあ参加しますって、ね。すごいですね。よろしくお願いします。うん、そうでしょう。ね、そっちでしょ。相手のね、あの胸を借りる勢いでね。うん、僕らがね。違うと思うよ。胸を借りる。逆だよ、逆。え、どっちかっていうと。逆だろ。お前借りちゃダメだよ。いえいえ、あのね、やっぱ何事も初心に帰るのは大事だと思うんだ。なんかおかしなことになってますけど。おかしなこと。なんかユーストの画面がね、ちょっと私の顔が半分で消えてますけど。どういうことでしょう。よし、ここはね、一番自信がある私のお気に入りのね、チームでね、行きたいなと思います。西川さんあれですよ、よく顔を抜かれますよね。そうですね、アップで、もうなんかね、ワイプ芸というか、すげえ抜かれますよね。運営側のね、あの悪意を、ね、感じますよね。どっちの味方なんですか。向こう側でゲラゲラ笑ってますからね。そうなんですよ。お、今ね、ジャンプで逃げたの分かります。当たったんですよ。全然ちょうどよそ見してました。いやいや、ジャンプで逃げたんですけどね。ジャンプで逃げれないですよ。おおっと、いかん。ここはちょっと敷き直した方がいいですね。そうですか。そうです。だって、いかん、シロ助けろ。逆にね、B がほら、うまいじゃないですか、ヒットアンダーウェイ。ほんとね、結構。おお、おっと、当たんない。こちらの攻撃が当たらない。あ、やばいね、それ。やばいでしょ。やばいね。ようやくこの事態に気づきましたか。完全にほら今起爆玉で逆に助けられた感じが。そうそうそう。うん。ああ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 
要は最後に立てた方が勝ちですから、諦めないと根性で横からガイがガイが突っ込んできたよし行け、ダメだそこじゃない、違うんだ、俺がやりたかったのはそういうことじゃない、これだけの体力差きついな、よし今だ、逆にやばかったね今ね危ない、シノのね機械中の、ああいかん、体力がもはやない、ああ何このああそういう時のあれですよ、ああですよ、久しぶりのね、なんかこのこれ残念な、勝ってよかったいや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 、ね、また顔抜かれてるしね本当ね、いやそういう時はねアップじゃないでしょ本当に、完全になんか売れない漫才師みたいなってことだ、いや本当にねちょっとネタが滑った人そうですね、完全に滑った感じの、完全にね完全にやり慣れてない感じがしましたね、なんでしょうね、うん、コントローラー握ってなかったからですか、いやいや、握ってないですか、握ってないですとんでもないです、石橋さんみたいに、まあ、石橋さんほど四六時中握ってるわけではないんですけど、四六時中握ってまたあれですか、この間覚えた言葉です四六時中、四六時中2回トライして2回とも失敗してるからどっちも噛むっていう、もう怖くて使えないお、そうこうしてるうちに影武者が、続いては影武者の対戦です、まあね、セッションを勝ちって書いた後にバツとか統一性がないんだよね、この方もなんか新しい方ですかね、ちょっと変わってもらえます、どういうこと、あ、書きましょうか、書きましょう、書きましょう、ぜひぜひ変わってもらっていいですか、書きましょう、書きましょう、あ、そのね、ユーザーさんの名前を書かない、なるほどね、ちょっと存じておりますよ、あ、石橋、ほうほうほう、石橋勝って名前見えるし石橋勝ですよ、いい名前じゃないですか、これは石橋勝西川 X、 西川 X、 西川 X、 ミスター X みたいな、東京 X みたいな、東京 X、 西川 X、 ちょっとあの見せますこの状態、この石橋勝さん、石橋勝、西川 X、 西川 X、 なんかそんな豚肉ありますよ ね、 ねえ、ちょっとかっこいいコードネームがつきましたね、なんで影武者は犬を使ったんですか、え、なんかちょっと可愛いじゃないですか、意外とね影武者犬をよく使うと思うんですよね、なんか可愛いじゃないですか、ちょっとあ、すいません、絶句しちゃいました、絶句びっくりした、俺久しぶりになんて返そうって、ちょっと考えました、いや本当にもう視聴者の方にお届けできないのが残念なんですけど、横から見た時の影武者がねすごい口をね開きながら遊んでるんですよ、ちょっと、ね、基本あの仮面の下で、あのお面の下で笑ってますからね、お面の下でね、お見せできない、自分でちょっと恥ずかしくて、いやすごい嬉しそうに、嬉しそうですね、遊んでるんですよ、なんか可愛いじゃないですかメールの着信音とか、あ、違えた、いやーやべー、ちょっとなかなかないけど言葉探しました、これ負けてるよちょっとひどい、わー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 、わー、あー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 、あ、いかんいかん、転がってる、なになになに、何語かと思って、ちょっと転がってる、転がってる、コロボックル、コロボックル、コロボックル、あーいかん、もう本当に遊んどったら負けるいや、遊ばれてるんです、楽しそうでいいですね、ラショウモン、遊ばれてるんです、遊ばれてるんですか、遊ばれてるラショウモンが、いい加減でに、ちょっと、あー、ちょっと、ちょっと何やってるんですか、あー勝負あり、ちょっと、ちょっと、そんな爆笑してる場合じゃないです、バーツ、ハゲバーツ、ハゲ X、 ハゲ X、いやちょっと犬で飼って可愛いは正義だみたいなこと言いたかったんですけど、残念ね、いろいろ残念ですよ、ちょっと本当に笑いが止まらなくなっちゃう、もうそんなあれですよ、チャラチャラしてるからですよ、チャラチャラしてる、チャラチャラしてる、それまずい、それまずい、
まずいらしい。まず気づいた？気づきました。本当。それをその流れはまずいと思った。ちょっとお借りしますよ。うん、どうぞ。大変ありがとうございました。ありがとうございました。したすいません、こんなしょっぱい試合で。チャラチャラプレーに。本当にね。チャラチャラプレーで。何が、まあいいや。どういうこと？ちょっとあれですよ。最近ちょっと頑張れない症候群が出てきました。一緒に行ってください。そうですね、それは早めに。もう頑張れとしか言いようがないですね。帰ってあったかいお風呂に入ったらいい。そうですよね。そうそうそう、そんなもんだよ。セッションを作成しました。はい、次の対戦は石橋真瀬さんです。違うだろ。先ほどいい、違うだろ、いいプレーを見せていただいた、ね、ちょっとこれ、ね、名前のね、ちょっと語呂が良かったんで、ね、使っていく、まあ、確かにね、真瀬さん、いいお名前ですね、石橋真瀬さん、うん、いらっしゃいそうですからね、そういう方本当に。日本中探したら何人かいらっしゃる、いらっしゃる、いや、完全にいるでしょ感じです、ね、代表ですよね、真瀬代表じゃない、真瀬代表でもない、あ、レインシリウスさん、お久しぶりですね。この方もかなり手強い。マサル代表ってどういうこと？もうちょっと今日あの、ね、グズグズ違うグズグズ。あ、グズグズね。グズグズしすぎです。はい、はい、申し訳ない。楽しいことはいいことなんですけど。そうそうそう、締めて、ね、締めていきましょう。あのね、もうやり方忘れちゃった。そうなんですよね。もうだって司会者がね、久しぶりにスケジュールとかにお伝えするの忘れるぐらいですからね。そうですね。ちょっとあの勝手を忘れちゃってました。さあ、あ。今回もそう言っちゃうんですか。え、もうそこでなんか意外とちょっと今日カリンがカリンいいなと、ね、今日2回目使ってきますからね。あれですか。なんすか、カリンいいじゃないですか。え、だってカリン可愛いじゃないですか。可愛いじゃないですか。約1ミリちょっとね、テンションが下がってますけど。さっき一瞬上がったんですけどね、テンションが。そんなおかしく言ったかな。このサスケとイタチの。おすごい、カリンだけ特別な感じで見える。確かに基本的にサスケとイタチの対決ですね、これは。本当ですね。いやー、よほどね、お好きな方なんでしょう、でしょうね、本当に。まあ逆にね、サスケの弱点とかね、そういうところも知り尽くしてる方かもしれないので、そうですね、石橋さん要注意ですよ。お好きなんだったら。そう、でもなかなかね、ちょっとここまではいい勝負、うん、おー危ない危なかったですね、今の食らったら負けてましたね早すぎねいや、それぐらいね、だいぶ序盤で、そう、何がね、きっかけでね、持ってかれるか分かりませんから、このタイミングで危ない、なんとかね、カリンのね、あのね、スプレーを当てたいところなんですけどね、ちょっとこれこのピリピリしたのね、そう、あ、ちょっとね、うわ、僕は楽しくて好きです、いや、ほんと精神のね、すり減らし方がね半端ないですよね。サスケ頑張れ、どっちもだよですよね。いいツッコミしますね、マサルさん。マサルさんじゃねえよ、いいだけマサル代表っていうのもよくわかんないですマサル頑張れ、逆に全国のマサルさんにちょっと申し訳ない。そこだ。やべ。マサルそこだ。お互いね、相手の出方をね、うん、伺ってますよ。そうですね。そういう時ありますね。相手がね、ガードブレイクを狙ってきてますね。なんか探り合いな感じがしますね。こっちはね、連携奥義が当てるタイミングをね、うん、探ってる。連携奥義言えてないじゃん。いえ。マサル頑張って。うるさい。否定しなかったってことは、マサルだよことを認めたってこと。マサルはもう認めた。マサルだけどうるさいよ。おーっと、いや、まだいかない。あー、くっそ、チャクラ手裏剣の、あー、綺麗だ。ですけどね、ここからあのさっきみたいにね、覚醒という手段が残ってますから。そうですね。あれね、覚醒してなんぼってとこがありますからね。覚醒してなんぼ、石橋さんはね、本当に。どうぞ。うわー、でもちょっと体力削られすぎてますね、ここは。結構覚醒する、あー、覚醒する隙が与えてもらえない、いかん、やばい、持ってかれる相手が、あー、ベキさん、うわー、かっこよく術で
石橋何になるんですかね次は負け負けて書いて何て読むかですけど負けって書かないのかよ。え書くだろうそこ。いやここだって本当に石橋石橋石橋 石橋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 今の石橋全員 X ついてますよ。しかも X 影 X 石橋 X とそうサスケに負けた。サスケ、強かったね本当に。強かったですね、あのなんかもう知り尽くしてる感じでしたね。なんかねすごい待たれてる感じがね、ちょっとしちゃいましたよね。いやいや待たせたね。待たそうですね本当に。そろそろ見せないとまずいんじゃないですか。何ですか。西川さんそろそろ勝たないとまずいんじゃないですかね、ドン。西川さんの心の傷をそうですね、ちょっとずるずるとリベンジしたいところですね。はい、はい、セッションを作成しました。しま我こそはという方はぜひシーズアンダーバー西川さんよく抜かれますね、本当ですね、特に何も喋ってないというところでアップになりますから、ね、赤石先生よくいらっしゃいます。赤石先生ありがとうございます。じゃあよろしくお願いします。赤石先生ってことはかかしを使ってくるのかな。いや違うと思いますよ。え違うと思いますよ。それなんかこれまでも対戦したことありますよね。かかし先生ですか。はい、いや、かかし先生は初めてだと思いますけど。初めてですか。あれあ、いや、あるな。ありますよね。全然あるよ。全然あるよね。全然あるよね。全然あるよねって言ったら、それだよ、ほんとね。もう、フルボッコですね。俺もなんか、話し方若干チャラくなってきた。何なんでしょうね。全然あるよね。西川さんがちょっと、かかし先生を意識したような。そう。かかし何を選んだんですか、西川さん。第7班です。は？え？間違ってない。今班のポイントじゃないと思うんですけど。あ、そう。でサバイバル演習場を選びます。完全にね。もう一回サバイバル演習場って言ってください。やはりかか先生、かか先生だったんだ。かかし先生とサバイバル演習場でもう一回言ってください。ステージどこですか？ステージどこですか？サバイバル演習場。言えたよね。言えたね。言えたよね。僕言えたよね。言えました。言えました。おっとなんだ、なぜ俺転がってたんだ、よし螺旋岩、いい出だしじゃないですか。今のが螺旋岩です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 。 This is 螺旋岩でしたね。そうです。何それ終わったものを引っ張り直しましたよ。 This is 螺旋岩でしたね。俺もそれ使おう。使わせませんよ。いや、使わないと思うけど、ね、西川さん、順調にやっぱりちょっとずつ押されてますよね。そんなことないよ。この辺から一気に持っていかれるんでしょ。そんなことないよ。いつものパターンじゃないですか。それチームゲージを貯めてね、連携奥義をね、はい、狙っていこうかなって思ったんです。そうなんだ。やっぱ派手な術で勝ちたいじゃないですか。たまにはよし。たまにはね、よしよしよし、きたよし、きたよ、きた、いこう、バカな今日そのバカなをなんかお昼休み練習してましたもんね。そうそう、バカな。バカな、いや、バカな。バカなやられとるやないか。何やっの。いや、残る。私の読みが正しければ体力は残る。どういうこと？連携狙ったのにやられとるやないですか。つまりね、みんな考えることは一緒だということです。かっこいい、勝ちたいじゃない、男なら。生まれた時からねえねえって男なら誰しも思うじゃない、かっこよく勝ちたいって。あの着地での見つからない感じで、みんなもそう思ってると思うんですよ。じゃあここは影武者がフェードアウトしてこのね思いをね影武者に託して、かっこよい戦いとはどういうものか。そうですね。はい、セッションを、ね、またいいのですか。なんでわかったんですか。可愛いから。皆さんね、こうやばいっつった。そうそう、
ちょっとね、こう、もう記憶にない方もいらっしゃるかもしれないですけど、影武者はね、かつてね、あのサイバーコネクト2で最強だったんですよ。過去の話。過去です。最近ではね、石橋さんよりもね、かなり弱くなってるんじゃないか。本当ですよ。そうなんですか。知らない。もっぱらの噂ですね。もうすれ違うとみんな言ってますよ。本当に。影武者最近、ちょっと。本当ですか、ね。僕の片手に語る人がいたら教えてください。お出ました皆さん。知らないって。ちょっと強気発言。影武者実は片手でね、ゲームを遊ぶことができるんですよ。これ本当の話なんですけど、ね。本当の話ですね。まあ、そこにね、何の得があるのかわかんないです。両手使ってる時よりも強いんじゃねえかっていうぐらいの噂なんですけども、今日それが見れると。出ちゃうんですか、ね、出ちゃうの片手が出すの近日を近日は使っちゃうわけです。これシャナさんですかね、場所が悪い場所って何の場所今更ですか、場所が悪いって何、じゃあいい場所に動いてもらっていいですか、方角が悪いってことそうそうそう風水的な北枕とかそういうことですか、そういうことだと思うんです、そうですね、場所が悪いって今まで散々やってきたのに、なんで今日初めて、本当にね、シャナさんですかね、は初めてですかね、うん、なんか、うん、お初にお目にかかる気がしますけど、初めて聞きますね。さあなんだかんだってチャクラじゃねえよ、変わり身ゲージなくなってますね、おお、うまい、うん、そしてサポートもなければ影武者、ね、いいの使ってないし、ね、お、メッセージが川先生からメッセージが届きました、こちらこそありがとうございました、ありがとうございました、西川はしょうもない、ね、いいとこ見せられませんでしたけど、まあ、しょうもない西川のしょうもない、逆にね、加賀先生の連携が素晴らしかったですね、そうしっかりゲームをアピールしていただきましてありがとうございます、わっと、あちょっと、そうこうしているうちに影武者の悲鳴なのか喜びに満ちた、ね、気持ち悪い叫び声が、なんかあれ、ね、プール入る前に冷たい水かけられたという声がしますよね急にね、冷たい水背中にかけられた時の声赤丸のね、鳴き声が響き当たってます、うまい、確実に決めてくる、あったいかん、危ない、そんなのやらない、まさるさん惜しいって言いましたね、どっちの味方だっ、完全に敵ですよね、敵ですね、おお、おお、来た、なぜそこでやめた、あ、失敗した、ああ失敗した、完全にちょっとかっこよく決めようと思ったばっかりに、まあいいからね、またそんな何かして今何を狙ってたんですか、今ですか、ガードブレークから連携を当ててやろうと、なるほど、そういう狙いだったんですが、どこで道を見せれず、言ってることが全然わかんない、え、マジですか、大丈夫ですか、はい、大臣ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、あの人さっき犬を使うって言ったもんね、そうですね、楽しくやろうかな、なんだよこれなんか石橋マサルさんのスターは全部バッチかな本当ですよ、ちょっとどう石橋マサルバツ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 、ちょっと散々な感じですバツバツ、はい、早速次はヒゲが対戦いたします、しお SK454234 さん、なんだろう、なんかもう英雄とかばっかり、英雄ね、もう、皆さん君も僕も英雄だっていうぐらいみんな英雄がいます、ね、あの声張って喋ってもらっていいですか君も僕も英雄だ、いや言い返さなくていいですよそこはスルーします、バカ言ってんじゃねえと思う、あなたも私もいいよもうカリン、あれなんでカリン、もう今日カリンがねお気に入りですね、うん、なんかねカリンが、この組み合わせで、あら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 、カリンを選ぶ理由はやはり可愛いからですよね、そこはですよね、ちょっとね、相手のサポートのペインには注意していきたいところですね、そうで
危ないよ。あの前石橋さんがね戦った時にあのオキペインありましたね。オキペインね、うん、あれオキペインね、あれは本当にありましたよね。よう覚えてたね自分それ。オキペイン、オキペインをねありましたありました使われてね。うわーうまい、ゴルがいいです。そう気になってる方、ね、オキペインがまたいい仕事するんですよ。いや本当に。で危ない、オキペインね。でもね、石橋さんはね、かなりペインとの対戦に慣れてますからね。対策もバッチリだと思います。ダチ超強い。おっ、フルで当たった。相手が仮身をつかなかった理由はどこに？あー、違う違う違う。あ、こっちがなくなった。あー、いかんいかん。あ、打ち返された。あー。カリンがいい働きした。あれがオキカリン。オキカリン。オキカリン。いやいやいや、オキカリンとかないそんな。そうなの。そんな勝手に言わないで。ちょっと流行らそうとした感が若干鼻につく。え、オキペイン違うんですか。いや。何が。え、ちょっとうるさいよもう。当たりが強い。ねえ。最近そんな感じなんですよ、柴田さんが。あの、やばいやばい、ああ、もうだからさ、ちょっと影武者さんよ。どうしたんですか、まだ終わってないです。終わってないよ、終わってない、終わってないけど結構絶望的じゃね。いや、まだまだいけますよ。行くぜ、豪華球、豪華球気をつけて。ああ、いかん。ああ、まさかの連携を。ちょっとでもね、覚醒したらいけんじゃねえかみたいな、うん、空気があったでしょ。そうなかった。あった あったよね。 ありましたあったよね。一回ね、覚醒して今日勝ってますから、ね、そうですね。そうだそうだ。なんかその味しめた的な感じのなんかいい時の思い出みたいな。違う違う、そういうのじゃなくてさ、なんかこう、まあいいや。あれ、石橋、お、もうダオスいいんだよね、それ書くのね。石橋、これなんて読むんだ、石橋負ける、石橋、まさきに対して負ける、負ける、石橋負ける。いや、受けてんのお前だけだからさ。あれ、そうだよ、石橋、全然低くなっちゃう。石橋負けた。ちょっとあの、10分ぐらい遅かったっすね。1個遅いですか。1個遅い、1個遅い、1個遅い、1個遅い。いや、こっからまた罰が続くのかなと思って。さあ、じゃあセッション作成します。はい、作成しました。お、はい、メッセージが届きました。あ、先ほど対戦した、お、ありがとうございます。ありがとうございました。今メッセージいただきました。お、はい、そして早速来ました。若き戦士、え、若き戦士ロイ。よし、もう一回言って、もう一回、もう一回言って。若き、どうやらみんな英語が弱いという。英語がね、アルファベットがなかなかね、なかなかね、ちょっとできませんでしたけど、アルファベット、英語に不自由ってことが不自由です、ね、バレちゃいました。急にね、そうですね、どもっちゃいますね。あのアルファベットなんだっけ。じゃあそのキャラクターで対戦しちゃおうかな。はい、続いて西川の対戦ですが、そうですね、なんとこの対戦がラストになります。なんと、じゃあ頑張って、まるで終わりましょう。間違えた、西川まさるで終わりましょう。西川まさる。いや、でもこれあんた勝たないと本当に最初の一勝だけ、本当に本当に本当に、これ勝ったらあのあれだよね、オセロ的に間のやつ全部もう結果的にまるですね。まるだよね、全部まさる、全員まさる、全員まさるだよ、全員まさる。かかってますからね。西川勝ってお父さん。いえいえ、あ、弟ですか。じゃあ弟、お姉ちゃん。いや、女性の名前じゃないですか。いや、わかんないじゃないですか。西川家ならありえるかな。西川家なら、あ、さあ、意外にお母さんとか、お母さん、勝るって言われてる。うるせえ。意外に強い。木遁、
ああ、初代いいですね。今ね、ちょっと週刊連載がものすごくね、熱いんですよ。熱いでしょ。ちょっとね、初代かっこいいですよね。ね、おっと、いかん。代わりにゲージが。全然ない。そして2代目。そして3代目。3代目が登場後1秒で消えてた。一瞬でしたけど。木遁。3代目2代目、あ、2代目が出た瞬間に、あ、速い、反応速度が速いんですよ。おっとっと、3代目、うわ、見ました、この超反応、代わり見せた直後にキャンセルチャクラダッシュ、チャクラ手裏剣ですか、三角四角です分かってます、よし、これよし、よし、おお、あ、残念、あ、危ない、おお、うまいね、うまかろう、いや、お前じゃねえよえ、俺じゃねえよ、マジよ、マジで、よし、覚醒だ、よっしゃ、初代の覚醒強いよね、覚醒するとね、足元からね、ちょっと緑がね、緑が、あ、そうだね、それは知ってるけど、あ、緑がって言ってた、うん、緑、今緑めっちゃ生えてますよ、ほら、あそこね、なんかね、初代のあの状態で緑生えられるとちょっとなんかね、ちょっと本、なんか本来見せる見せるとこじゃないですけどね、うん、そうそうそう、はい、ということでね、今日なんか散々な結果になってしまいましたけども、ね、最初の1回戦目がね、一番盛り上がりますからね、そうですね、あそこが一番みんなのテンションがマックスでしたね、まあ、そうですね、そこがもう、うん、一番視聴率が高かったところですね、そうですね、はい、マサルさん二度と現れず、しばしマサル、マサルじゃないからね、今日の結果はこのような形になりました、はい、1勝7敗ですね、ちょっと見えますかね、はい、というわけでじゃあこの中から今日のベストプレー賞を決めていただくんですが、はい、じゃあ今日一生命名された、新しく名前を命名されたね、まあ、命名されたね、今日一生挙げられました、はい、石橋まさるさん、まさるさん、あ、ありがとうございました、あ、メッセージが届きましたね、今、そうそう、メッセージが、ありがとうございました、いや、命名されてありがとうございましたって、そうそうそう、あ、意外と喜んでる、違う、じゃあ改めまして、今日石橋あげた、はい、石橋まさるさん、はい、そうですね、今日のベストプレー賞をお願いします、ベストプレー賞ですか、ベストプレー賞、はい、ちょっといいですかね、あ、呼び方なんていうの、塩ビットさん、塩ビットさん、塩ビットさんですね、はい、はい、というわけで今日のベストプレー賞は塩ビットさんに決定しました、ありがとうございます、石橋勝の生みの親、生みの親、あの石尾ビットさんにはあの石橋勝のサインも入った、そう、石橋勝のサインが、ね、サインも入った届きますね、はい、サイン色紙をプレゼントいたしますので到着までお待ちください、はい、マサルでいいですか、マサル、いや、石橋マサルで、マサルで、わかりました、じゃあマサルフルネームでお願いします、フルネームでお願いします、フルネームじゃないね、はい、じゃない、いや、フルネームでお願いします、はい、はい、というわけで何ヶ月ぶりですかね、この放送3ヶ月ぶりでしたけど、どうでした、ね、まあみんな感を忘れてるとか、忘れてるね、忘れてる、本当にね、本当にね、我々がね、3ヶ月間ね、こう戻ってくるまでの間に皆さんね、ものすごく強くなってるということで、そうですね、あの、ちなみにこの3ヶ月間何をしてたんですか、何、公園のゴミを拾う、天井の作ってたんでしょ公園のゴミを拾う、強引なね、作ってたんでしょ、流れてきましたけども、うん、そう、はい、今ね、こちら皆さん4月18日発売なんですが、もう先行して体験版を好評配信中でございます、はい、プレイステーション3の体験版を配信中です、なんか、ね、予約特典とかすごいですね、でも改めて見ると、あ、そうですね、うん、そうです、もう予約もスタートしてまして、今予約すると
すごい得点がいっぱいついてきちゃいます、はい、そうですね、何がついてくるんですか。予約をするとですね、ナルトのですね甲冑姿のコスチュームが使えちゃうという、使えちゃいます、ダウンロードコンテンツセーフ、これね予約しないとね使えないんですよ、そうなんです、なので甲冑かっこいいですよね、甲冑、それ以外にもね何人ものキャラクターのコスチュームが予約するとゲットできちゃうと、さくらちゃんとかも可愛いですね、逆に予約しないとゲットできないんで、まあそういうことだよね、そうなんですよ、そういうことだよね、もうね使いたい方はもう今予約するしかないと、はい、ぜひ、今回ねドラマも確かにあの PV 通りあのかなりのボリュームなんで、うん、あの見応えとやり応えは十分かなと、もう本当にねもうナルトファンの方はもちろんですけども、ちょっとナルトをですねまだあのよく、知らないという方もですねこのゲームから遊んでいただければ、そうですね、きっとねあの夢中になっていただけると思いますので、はい、ぜひあの発売の方楽しみにお待ちいただければと思います、はい、お待ちください。はい、そういうわけでお届けしてきましたが、いよいよ最後となります。そして今日は皆さんに悲しいお知らせがございます。え、なんと、あ、これ違うね、何が違ったの。今までずっと放送してきましたナルティメットストームユーストリーム忍界対戦、本日で最終回となります。そこ拍手のところなの。拍手じゃないですね。いやいや、あなたがそう出演してやった喜んでる人がいます。悲しいお知らせなんですが、いや本当に、ね、めっちゃ喜んでますよ本当。このね、あの最終回、ストームジェネレーションの忍界対戦は今日で残念ながら最後なんですが、なんかその含みのあるね、なんジェネレーションのって言ってましたよね。なんとなんと、まさかあれが始まるんですか。まさか、じゃん、誰とだってインパクト、いやいやいや、誰とだって忍界対戦、誰とだって忍界対戦じゃ、今度こそ日本全国制覇。そうそうそう、なんとなんと次回はですね、毎週各県に行きます、直接ね、直接行きますか。4月18日に発売された48週かかります。あとアルティメットストーム3の忍界対戦で皆さんと通信対戦をしたいなと。なるほど、なんと伝説の忍びたちが、そうですね、もう完全にただねもう最近っていうかまだずっと開発してるんで、まあ、我々の方が新しいシステムを含めて有利ですよね。そうですね、うん、もう番組開始直後とかね、いや本当ね、もう開発者ならではの、ね、テクニックで皆さんをボコボコに、ボコボコにきっと石橋マサルさんがしてくれるでしょう。そうですね、もうあの石橋勝るに西川勝るに西川勝るいや本当そうですよね、いや本当にね、もう負けした勝るにみたいな、負けした負けした負けてんのか勝ってんのか分かんない。もうね次のコーナーのねあのスコアボードはもう丸しかつかない。まあいいねそれ、もう全部丸がついちゃってる、はい、いいね、またねなんかお寿司とかね、いや本当それ社長に そんな話見たいです。いや本当に、ね、願いいやいや見ましょうよ。いやもう見たいです、ぜひね実現しちゃいましょう。はい、一度でいいから見て、一度でいいから見て、はい、次回は4月末、ちょっとまだ配信日が決まっておりませんので、また詳しい配信日が決まりましたらお知らせいたします。次回4月末お楽しみにお待ちください。お待ちください、はい、お待ちください。さあこれで終了ですけど、最終回ですけど、いよいよ、そうですね、最終回、最終回っていうか、いうか今新番組の告知されてましたよね。そうですね、第1部間とか第2部間的なもんですよね、うん、まあまあ、ないよねみたいな、まあまあその辺はそうですか、そのうやむやにする感じ、まあ、さらにね、はい、一旦ねこの回としては終了ということで、そうですね、まあ新たにストーム3でこのね勝ちの数をもう今までのはなかったことにしてね、そうですね、うん、また新しい気持ちでデータを消そう、これね配信データなかったことにしよう、抹消していこう、もう次からもう勝ちの山を、ね、そうです、もう本当にね勝ちすぎて困っちゃう、うん、もう言いたいですね、ヒロシ困っちゃうっていう、まあ、あのまたお寿司行きましょう、そうですね、お寿司、そうですね、ちょっとこう
次はね、また何かしらルールを設けて、ルールを設けて、ご褒美を決めて、そうですね、ちょっとこうみんな幸せになれるような番組にしていきたいですね。はい、というわけで次回4月にお届けしますので、それまで皆さん、ストーム3をちゃんと購入して、そうですね、プレイして購入しないと対戦できませんからね。対戦できませんので、うん、ぜひお待ちください。いやボリュームもすごいですからね、やっぱり。いや本当にもう、はい、ね、早速ね、こうゲームを買って、ちょっとドラマに夢中になりすぎるあまりにね、うん、この番組の放送時間が過ぎてたということにならないように、ならないように次回ご注意ください。はい、そうある。ある。今やめれないみたいな。いいところだからやめれないっていうことはありますので。では次回4月末にまたお会いしましょう。さようなら。だからちょうどまた空いた時間、このやり方忘れる感じですね。そうですね、ちょっと進行とかね、番組のそんなことないですよちょうど今回と同じぐらいの空き方ですね